本選手権女子 400m リレー予選は最終組3組、出場チームを紹介します。第1レーン浜松市立高校、第2レーン園田学園女子大学、第3レーン東京高校、第4レーン 福岡大学、第5レーン関西大学、第6レーン倉敷中央高校、第7レーン青山学院大学、第8レーン中京大学、第9レーン平成国際大学、以上9チームの出場です。On your mark.日本選手権女子 400m リレー予選は最終組の3組、1レーンから浜松市立高校、第2レーン園田学園女子大学、第3レーン東京高校、第4レーン福岡大学、第5レーン関西大学、第6レーン倉敷中央高校、第7レーン青山学院大学、第8レーン中京高校、第9レーンは平成国際大学。まもなくバトンはアンカーです。7レーンは青山学院大学、4レーンは福岡大学、1レーンは浜松市立高校。